小川さんからの説明がありましたように、4回ですね、まあ、あの歴史的な福音自由教会の、まあ、ルーツといいますか、それをキリスト教会全体の2000年の中でですね、関連付けて、まあ、学んだと思うんですね。で今日から、まあ、第2の教理入門ということで、お配りした資料になりますように、あの福音自由教会の信仰過剰ということですね、まあ、これを、まあ、あのポイントにですね、まあ、この福音自由教会の信仰過剰というものはですね、聖書についての告白ですね、また2番目は神、3番目はキリスト、第4項は聖霊、第5項は人間、ね、第6項はこの救いですね、第7項は、まあ、洗礼と聖餐、第8項は教会、第9項は、まあ、会員資格、第10項は地方教会、第11項は、まあ、再臨ですね、第12項は肉体の復活ということで、終末論がされています。まあ、この項目はですね、まあ、本当にあの、まあ、聖書から言いますとですね、ローマ11章の33、34にありますように、パウロが、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう、ね、まあ、本当にこう、あの神様の知恵と知識との富というのは、あの、まあ、底知れず深いと言いますか、でそれをですね、私たちが、まあ、あの知っていく助けとしてですね、まあ、この福音自由教会の信仰過剰というのは、まあ、あの今日のエペソ3章で申しました、まあ、キリストにある計り知れない富 の、まあ、あの目録のようなものですね、でそれをですね、大体あの、まあ、いろんな参考書はあると思うんですけども、このエリクソンという、まあ、今あの日本の福音派で教派を超えてですね、まあ、世界でもそうなんですけども、用いられているですね、このキリスト教神学の要約版ですね、これ、まあ、今ずっと翻訳しておりまして、なんとか3月までに、まあ、あの仕上げられたらなと思ってるんですけども、まあ、その翻訳 の、まあ、あのまだ刊行されていないこの抜粋を皆さんにね、あのプリントで渡しているけれども、日本で一番早く皆さんがこれを読むことができるというですね、ことですね。私の願いとしては、本当にあの日本の、まあ、教会がですね、どう言いますか、そういうこの福音理解においてですね、より豊かにですね、あの養われるようにと言いますか、あの神学校では、まあ、いろんな神学教育もされているわけですけども、まあ、教会レベルでもですね、基本的なこの教理についてのですね、学びといいますか、そういうことによって、この本当に私たちが本当にキリストにあるこの計り知れない富をですね、あの相続してるんだということをね、もっと味わうことによって、もっとこう元気が出るんじゃないかなというかね、これをもっとこの多くの人分かち合いたいという力も出てくると思うんですね、まあ、そういう、まあ、あの自己充足です、ね、の源としてですね、まあ、この教理の学びをしていけたらと思います。で次話しますけど、でこれは、まあ、あの復習ですけども、まあ、そういうことで、まあ、細かい教理の学びに入る前にですね、まあ、全体的なことですね、聖書全体、ね、天地創造から新天新地までの中でね、この、まあ、あの福音自由教会のこう信仰過剰のですね、この福音理解というものがあるんだということですね、はい、次、そしてこの2000年間の歴史の中でですね、まあ、信徒の出引きなんかはこの
自由教会運動としての周りからこの、まあ、輪郭エッセンスがよくまとめられていると思うんですけども、この福音理解ですね、信仰過剰ではですね、もっとこう全体的には語られていますので、その福音理解全体から言わせればですね、ここは教会論に関係する、まあ、部分の記述であってね、やはりこの使徒時代からの信仰、また古代教会からの三位一体とか、キリスト論ですね、それから宗教改革の信仰義人論とか、教会論ですね、まあ、そういうこのどう言いますか、福音自由教会はここだけにルーツがあるというのはですね、ここ全体からですね、この豊かなこの栄養分をいただいているんだというね、ことをまあ自覚することは非常にまあ重要じゃないかなと。ですね、次で今日から、まあ、いよいよ、まあ、本番といいますかということで、信仰過剰で、まあ、書いてあります、まあ、聖書とは、神とは、人間とは、キリストとは、聖霊とは、救いとは、教会とは、終末とはというですね、これを、まあまあ、分かりやすくですね、基本的なことを少し掘り下げてね、学んでいきたいなと思いますね。まあこの神様の宝物蔵はですね、あまりにも豊かなので、私たちはもう全部を一生かけても調べ尽くすことも組み尽くすことできないわけですけども、でもこの大まかなですね、この輪郭とその本質をですね、抑えることによってですね、格段にこの福音理解が豊かになると思うんですね。そういうことで今日はですね、この第1部のですね、このまあ神学ですね、とは何かというところをね、やりたいと思いますね。はい、次。まあ、これはお配りしています、まあ、信仰家族ですね、信徒の手引きの中にあります。大体、まあ、この、まあ、福音理解のエッセンスが、まあ、いたら、抽出されてまとめられているというね、大体、まあ、福音派の教会の、まあ、共通項が書いてあってですね、まあ、この基本に基づいて、まあ、詳しく、少し詳しく、まあ、掘り下げていくんですね。はい。で、まあ、第1部ということですね。このキリスト教教理入門の方は、第9部までありましてですね、まあ、内容というか目次の中にありますように、それを、まあ、8回でですね、まあ、やろうという計画になっているということですね。で、まあ、第1章の資料はですね、神学とは何かですね、ということが書いてあります。その本質と、まあ、方法ですね、まあ、これを、まあ、見ていきたいと思いますね。そして、まあ、第2章ではですね、この聖書にあるメッセージというものがあるわけですけども、それは過去に語られたメッセージなんですね。それをそのまま持っていくとですね、まあ言ったら合わないところも出てくるというね、それでまあ過去の2000年前のメッセージ、あるいは旧約で言えばさらにこう千数百年のぼる遡るわけですけども、その過去に属するメッセージを今日の私たちに当てはまるようにこう抽出するというかね、まあいわば、まあ、聖書というのは、まあ、ある面、まあ、コーヒー豆のようなもんでね、それを吸い潰してこの熱湯を入れて、まあ、コーヒーを抽出するようにですね、やっぱ豆をそのまま食べたらお腹壊しますのでね、やはりこの聖書の本質を抽出して私たちに、まあ、生かすというね、そういう、まあ、方法論ですね。ですからこの三章、まあ、第2部は、まあ、啓示論というか聖書が中心なんですけども、この聖書ですね、私たちが、まあ、この歴史の中でこの
ウィンリカンですね、このこう家のように。私は聖書を、分かりやすく説明するために、聖書というのは魚のようなものだとこうね教えるわけですね。魚ね。でそのままあの熊なんかをかじることできますけどね、まあ私たちはやはり料理して食べるわけでね、やはりこの方法論というのは包丁なんですね。刺身包丁のようなものですね。やはりこう三枚におろしてですね、まあ皮や鱗を取って尻尾と頭を外して、そしてこの刺身を作るというね、刺身を作って初めてこうね美味しくこうね、魚食べられるという他の料理なんですけど、まあ、しかしまあ他の部分もまあいたら新しいに使ったりいろいろね全部使えるわけですけどね、まあ、どちらにしてもこの神学というのはですね、この方法論というのはまあいたら魚の料理法のようなものだとね、いうことですね、まあ、そういうことでこの第1部ね、包丁について、第2部この材料としての魚についてね、そしてまあ第3部からまあ9部まではですね、まあ神様についてね、そして神様の前におけるね人間というのは一体どういう存在なのかね、そうですね。そしてこの神の方に作られた人間だけども。神様離れて罪の中に滅ぶものとなった。だからね、神の御子キリストはね、私たちのもとに受肉とね、クリスマスね、人間のために来られたね、それはこの私たちの罪のための贖いをするためでね。そしてこのキリストの十字架はですね、この聖霊ね、注がれたね、聖霊においてね、私たちにこう適用されるとね、いうことですね。罪の許しや罪の自覚や罪の許しやね、このいろいろですね、神様がいろいろお示しするね。そしてそれはですね、この救いね、私たち罪許して義と認め清いものとし、そして完成してくださるというね。しかしその救いというのはですね、この個人的な側面だけじゃなしにですね、教会としてね、神の家族として赤ちゃんもそのまま生まれてほったらかされたと死んでしまいますからね、やはり教会で神の家族の中でまあこう柔らかいね、お母さんのお乳から飲みながらだんだん離乳食に移り、少しずつ成長していくわけですよね。教会がないと、ね、この健全なクリスチャンの成長というのは望めない、ね、そしてその教会はですね、週末においてですね、完成される、ねね、私たちは罪許されて、ね、死後直ちに神様の臨座の中に迎え入れられると、ね、最後の時に復活の体を着せられる、そしてこの千年億新天神の中で新しい新天神地の中に、ね、エデンの園でこの神様が計画されたようにね、それが贖われてこの完成していくというね、そういう前からこのどう言いますか、エペソ3章といえばこの神の永遠の計画ね、神の豊かな知恵ね、隠されていた奥義というものがね、この聖書の中には記されているわけです。それをまあこうね、普通はこの 旧新約を見ればですね、歴史書とか文学書とか預言書とかね、新約では福音書、使徒行伝、そして手紙、黙示録という形でこのストーリーとか手紙とかね書かれてますけども、でそれをですね、こう全体としてね、この関係の中でですね、有機的な関係の中でこの理解するというね、これがまあ教理の学びですよね。で、まあ、カルバンも言ってますけども、聖書の解釈というのはですね、私たちが聖書からちゃんと解釈すること と, ともに、この福音理解というですね、聖書全体が持っているものを持ちながらまた読み返すとね、さらに深く学べるというね、解釈と、まあ、教理といいますか、こう絶えずぐる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 螺旋階段に回りながらね、
こう深く掘り下げていくというね、ことなんですね。だからこの教理的な学びがないとですね、あのスコップで聖書をなんかこうね掘ってるようでですね、なかなか深くいけない。しかしこの福音理解の全体の力を持てばですね、あのどう言いますか、パワーショベルを持ったような感じですね、ものすごく深く掘れるわけですね。このパワーがね、さらにこのその力がつくとですね、このボーリング作業のようにね、地下数千メートルまでこの油田を発掘したり鉱脈を発掘するね、力が出てくるというね、そういう面でこの教理の学びというのはですね、本当にクリスチャン生活を豊かにする非常に大切な要素であると思いますね。でまあやっぱりあの欧米諸国ですね、特にイギリスは、まあ、あの旅行されたですね、ある国先生がやられましたけども、そこでまあ信徒の方が説教されたそうですけどね、いやーものすごく深く豊かなメッセージなのでね、びっくりしたというね。このヨーロッパはまあキリスト教の力を落ちているというけれども、これだけの層の厚さがあるのかということをね、感動したと言われてましたけど、本当にまあ日本もですね、やはりあの初期の開拓から宣教して100年とかまあいろいろ言われますけど、やはりその層の厚さがですね、やっぱりこの長期的にですね、やっぱり非常にまあ大事な要素じゃないかなと思うんですね。まあ、今の教会でも信徒の方たくさん説教されてますので、本当にまあそういう教会が増えてこないといけないですね。まあ、神学の本質ということですね。はい、まあ、プリントではですね、この神学とは何か、ね、2ページのところで神学の本質、教理の研究としての神学ということですね。まあ、拾い読みしながら、まあ、進めていきたいと思うんですけども、まだ飛ばしたところはまた、また個人的にね、復習して読んでもらったら、非常にまあ素晴らしい内容になっておりますね。教理というのはですね、まあ、何か恐ろしいものを出くわしたというね、なんか非常に難しい学びをまあするかのようにですね、思われる方もあると思いますけども、まあ、実際そういう本もまあ結構たくさんあるわけですけど、このエリクソンはですね、まあ、素晴らしい神学者ですね、この教理の学びの本を書きましてね、何をまあ狙いとしているかというとですね、クリスチャンが持っている最も基本的な確信ですね、神について、人間について、キリストについて、聖霊について、救いについて、教会について、終末について、最も基本的な確信とは何かということをね、この分かりやすく明瞭にね、この言い表すものであると定義しているわけですね。そしてまあこの本を書きましてですね、まあクラスのまあ資料として作ったものですけども、全世界的なベストセラーになってしまったというね。それも恐怖を超えてですね、私は神学会でいろいろ先生話しますので、うちの学校も使ってます、うちの学校も使ってますってですね、右から左までですね、全部ね、あの神学校で使われているんですね、この驚かされる、ね。それはやはりこの、いろんな恐怖的な特徴の本もあるわけですけども、この恐怖的な特徴以前のですね、聖書そのものが、この恐怖を超えて、この、共通に語っているですね、この共有する理解というものをね、非常に分かりやすくこの語っている、ね、そしてそれぞれの教科のまあ特徴のあるものもですね、このその中に位置づけてまた評価を分析する、そういうまあ言ったらこの手順をよく示しているというね。でだからこういう福音理解をですね定義していく、エリクソンの本はですね、非常にあの手順の透明性があるというね、もう信じなさい、聖書を読んでその意味をですね抽出して、こういうふうにしてると確かにこういう意味になるな、こういう理解になるな、ね、でいろんなまあいった理解がある場合、それを並べてですね、それぞれの主張の聖書根拠とされる箇所の解釈を提示してですね、そしてそれを分析評価する、
ことを教えるわけ。そしたらこういろんな、まあ、いたら教会に対応されますけれども、それぞれをですね、この、まあ、味見するですね、そういう力もついてくるというね、まあ、そういう面でですね、非常にこう一生涯この学び続け実践し続けるにですね、ふさわしい、まあ、書物でね。私もこの本を読みましてね、この本は20年近く教えて続けてますけども、これは絶対にですね、日本の福音派教会 のキリスト教会でですね、この聖書研究とかですね、こういうのを学んでね、読まれなければならない本だしですね、このどう言いますか、必ずこの普及するというふうにね、最初読んだ時にも感じたわけですよね。それでまあずっとこう翻訳を、まあ、しながら授業を続けているわけですけども、まあ、いよいよ、まあ、観光の時期も近づいているかなと思っているところですね。はい、まあ飛ばしながらいきますね、時間の関係もありますのでね。第2にですね、教理の研究の必要性とですね、3ページね、で教理の学びの必要性、ね、まあ、このイエス様をまあ愛しているだけでですね、十分じゃないのかとね、イエス様愛していますね、まあ、確かにまあそう、それがまあ中心点ですけどもですね、しかし同時にですね、この1ね、正しい教理的信条はですね、この信仰者と神との関係においてですね、非常に重要であると、ね、いうことですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと、ね、でこの信仰といってもですね、単にこのキリスト教の場合ですね、この信仰心、ね、信仰心があればいいという、そういうまあ言ったら次元の問題、これは非常に大事なんですけども、その内容ですよね、信仰の内容ね、あるいはまあ対象ね、いうものにまあ非常に比重があるね。ちょっとまあ私若い頃、まあ、タコスがね、よくメッセージされるのを聞いたことあるんですけどね、まあ日本ではですね、信心が大事だとね、狐でも蛇でも草履でもですね、何でも巻いたら信心が大事なんだよね、祀ってあるものは何でもいいって ね、 ね、しかしキリスト教信仰はそれはもっと人格的なものですよね、ちょうど結婚のようなものだね、相手がですね、草履や蛇や狐だと何でもいい、結婚ができたらいいって言うんじゃない、やはりそのね、相手の人をね、心から愛する相手の人格や品性やね、この人となりやね、もういろんなことをですね、こう何よりも人格的にですね、その人を真に愛することができるかというね、そういうものが言ったらこの、ね、内容と対象が大事ですね。だからこのね、ヨハネの手紙なんかはですね、この第一ヨハネ4章についてはね、人となったキリストを告白する霊は皆神からのものですね。だからこの受肉されたキリストに対する信仰であって、ね、そうでなかったらそれはもう異なった例であり、異なった異端であるというふうにね。だからこの福音理解、ね、私たちはこの素朴な、ね、センターラインを通るですね、こうね、イエス様が信じてたらいい、ね、幼子のように、しかしそれはですね、このこういう健全な内容を持つものであるというですね、この内容を持っているということなんですね。だからまあ私たちがまあ内容をですね、この知って成長していく場所が教会の場所であるね。そしていろんなですね、この間違ったですね、教えね、このいろんな教えがね、このまあグレーゾーンといいますか、灰色のゾーンもありますしですね、そしてまたこのここまでいったらもう異端であるというね、そういう教えもあるんですね、でそれに対してやはり私たちはこの警戒しなければならないね、まあ、今日は、まあ、ほんまに本当にですね、
楽しいエンターテインメントをですね、たくさんして集める教会もありますね。第三世界の中でものすごく急成長していると注目されることがあります。しかし、クリスチャン新聞で先週の出てましたけども、やはりですね、その内容がですね、問題になっているというね。やはりもうその地域の土着の宗教や、やっぱりこのシャーマニズムなんかと重なり合ったようなですね、形でですね、急成長していてもですね、それはですね、将来的にですね、キリスト教を足り得るのかどうかというね、そういう危険性があるということですね。だから、やはり私たちは、この福音理解のセンターラインをですね、照らされながら、車はやっぱりセンターラインをですね、意識しながら走らないと危ない、ね、いうことですね。第二に、ね、この教理は、真理と経験との結びつきにおいて大事であると。ね、3ページの右の真ん中辺ですね。この、今日は直接経験が高く評価される時代である。ね、だから、教会を選ぶときにですね、あそこの教会はものすごく気持ちいいとかね、あるいはこのどう言いますか、この居心地がいいとかいうことで、この選ぶ人が増えているとこういうふうに言われますけども、しかし、それは大切な要素かもしれませんけどね、賛美がいいとかなんとかですね。しかしですね、やはりそこで語られているやっぱり福音理解とかメッセージというものをね、やはり私たちは注意しないといけないと思うんですね。それがどの辺の位置で語られているのかってね、それをやっぱりこう見分ける力をですね、つけていく、ね、この動物なんかでもですね、この匂いを嗅いでですね、そしてこれを食べたら危険だ、ね、これは食べても大丈夫だということをね、この幼い頃からですね、動物は教えられますね。で、ここで書いてあるのはですね、興奮とか刺激を求めてですね、この歩んでいく人たちが増えている、ね、興奮剤とか麻薬を利用する、ね、そうした人が増えている、ね、でキリスト教世界にもそういう傾向が、ね、幻想をある人々に楽しませる経験をもたらす、ね、しかしですね、この私たちがですね、大事なのは事実そのものである、ね、ある人がこの高い建物からですね、この、ね、高い建物、ね、ビルのとこからですね、こうね、飛び降り、ね、もう落ちていく何かこの快感をですね、こうね、で、この窓際に立つ人たちにね、気持ちいいよ、気持ちいいよってですね、叫びながらですね、この落ちていったとしてもですね、最後はですね、この事実が追いつくんだと、ね、いうことですね。だからこの私たちはですね、この聖書にもですね、このこういう福音理解に立ちなさいということがね、パウロがですね、語っているということですね。そしてこの第3に、この今も言いましたように世俗的宗教的な思想がたくさんあるね、またこのいろんな信仰と競合しているとね、哲学や心理学ね、そういうものがですね、この溢れている。アメリカなんかのですね、様子をいろいろ見ますとですね、もうその礼拝説教ほとんど心理学の講演ではないのかと言われるようなね、そういうようなメッセージもですね、増えているそうですね。私たちはやはりこの中心から福音を解き明かして、この当てはめてね、そしてこの祝福をしないとですね、単にこの分かりやすいとか、単に今ですね、流行の思想であるとかいうことでね、このやってたらですね、福音理解がこう変質していくということですね。そしてこの時にですね、4ページの真ん中、左の真ん中にありますように、正しい、おびただしい選択肢の中でですね、識別する方法はですね、徹底的にこの間違いをですね、ここが違う、ここが違う、ここが違うというですね、もぐらたたきのようにですね、やることだけではないとね、それにも限界がありますからね。やはりこの選択すべき立場はですね、この福音理解、ね、キリスト教の信仰の見解を教える、ね、中心を教える、ね、このアメリカのですね、偽札をですね、摘発する、組織で一番重要しているのはですね、この本物のお金をですね、こうにですね、こう四六時中触れさせることであると。
そしたらその、まあ、紙の感触とかですね、こうあの柔らかさとかインクの匂いとかですね、そういうこう本能的直感的にこの感じるものを、ね、養う。そういう人はですね、偽札に触れた瞬間にですね、説明できないけど何かが違うというのが分かるというんですね。で、私たちがですね、やっぱり教会でこう養わないといけないのはですね、そういうこの、まあ、あの異端を研究して分かるとかね、そういうことじゃないし、やはり、ね、本物の、本当の福音理解のね、このあり方をですね、理解することによって、違う教えがですね、あのいろんなこうセミナーや集会やですね、わーっと人を集めとってもですね、あ、いや、どうか違うというね、違和感を持つね。ちょうど、まあ、あのピアノをやってる人は、幼い頃からやってたらですね、絶対音階が身についてですね、このずれた音を聞くと気持ちが悪くなるんですよね。うん、そういう感覚ですよね。だから私たちはこの福音理解の、ね、センターラインをね、この常にね、この学び続けるということが、まあ、大事であるで、ね。で、第3番目ですね、科学としての信仰、4、ね、4ページと左下、ね。これはまあ、科学と神学というのはちょっと合わないような、まあ、あの言葉のように思うんですけどもね。しかし、まあ、あのエリクソンが言わんとしていることはですね、狭い意味の科学ではなしにですね、この科学的な、まあ、言ったら基準といいますかね、この研究についてのですね、明確な次第、ね、ね、神について、人間について、キリストについて、聖霊について、救いについて、今日は終末についてというね、こういう主題の明確化、ね、そしてそれについての教え、ね、がですね、聖書の中でどういうふうに語られているか、ね、いうことをですね、この立証する方法、ね、これが明確でない、ね、でそれが明確になることによってですね、この独りよがりの、まあ、言ったら信仰でなし、ね、私は福音をこう理解すると、ね、でこちらの人はですね、その理解をですね、こう検証することができる、客観的にね、あ、なるほど、なるほど、そういう理解がこのまま正しいというね、この説得力のある客観性、ね、そしてこのその整理したものをですね、このね、この一つの型のようにね、有機体のようにね、この一つの全体としてね、この整理していくね、ああもいい、こうもいいじゃないわけですね。やはり聖書の著者は神様ですね。そしてまあ、ただその助手としていろんなですね、この40数人の著者が用いられておりますね。そしていろんな時代ね、千数百年かけてですね、このいろんな立場でね、書いたものが集積されているね。でそれをですね、こうね、丁寧に解釈して、それをですね、バラバラの事柄でなしね、この一つのまとまったメッセージとしてですね、この抽出していくというね、こういうことが求められているということですね。だからこの一つの聖書の箇所を、まあ、理解するときにですね、この全体の福音理解の光の中で、ね、この一つの聖書の箇所を解釈する、ね、力がついてくるということですね。で、第4番目ですね。で、このキリスト教教理の研究の、まあ、出発点、ね、これはですね、まあ、あの立場によっていろいろあるわけですけども、まあ、それ詳しく話す時間ないんですけども、私たちの立場はですね、資料源はこの聖書であると、ね、この聖書、ね、聖書はですね、この憲法のようなもので私たちにとってね、ね、聖書、ね、でそれから逸脱したですね、このいろんなこう民法や刑法とかいろいろあるとですね、憲法に照らし合わせて、それは違憲として無効になるわけですよね。あるいは学校であれば、まあ、定款というね、学校の憲法ね、それに基づいて学校の運営とか経営とか教育とかもなってます。それに違反したことをすればですね、それはですね、この処罰されるわけです。
ですね、逸脱としてね。それと同じように私たちはですね、この聖書ね、聖書からね、このメッセージを、福音理解を抽出しなければならないね。神様が聖書を通して語りかけてられているものをですね、に権威がある、唯一の最終的な権威がいうことですね。はい、まあそこまでですね、神学の本質というかね、いうことで、話しますけれども、少し質疑応答といいますか、あれば短く何か質問あるでしょうか。はい、その神学というものと、はい、自然科学を含めた科学、大きい意味での科学の関係というのはどういう関係？そうですね、この後そのことも話しますけども、神学ね、ね、いうことと、自然科学ね、簡単に言いますとですね、神学というのは基本的には聖書を第一義的な資料とするこの学問であるということができると思います。しかしこの後いろいろ話していますけども、私たちの特にエリクソンの理解はですね、神学というのは聖書ね、神様の特別なね、文章ね、から、ね、整理された。自然科学というのはですね、神様のもう一つの書物、ね、これは非造物世界、ね、非造物世界ですね、この宇宙、ね、を研究する、ね、要するにこの非造物世界というのはですね、この私たちのこの、ね、それはですね、いろいろですね、こう学問があるようにですね、この木の一本一本をですね、メジャーで測るようにですね、この客観的なデータをもとに、法則とかですね、ものを抽出できるわけですよね。そして、しかし自然科学には限界がありましてね、この森の外のことについては、研究のしようがないわけですよね。この世界はどこから来て、どういう目的が出てきたのか、あるいは人間は何のために来ているのかとかですね、そういうこの森の外ね、ね、本質的なことというのはね、わからない。こちらはデータ、ね、の収集と言ったら、その分析、ね、で学問をするね。で、そういうことの中にですね、客観的な要素もありますけども、推論の要素もある、ね、自然科学の中では、キリスト教との議論があった分野としてはですね、天文学ね、ね、次には生物学、次にはですね、地質学、そして人類学ね、いうふうに言われてますけどもね、この議論がですね、なされてるね、で、後でも出てきますけども、私たちはですね、聖書を通してね、神様のメッセージを受けてね。で、自然科学はですね、この非動物世界をの法則とかね、研究してですね、この学問を成り立てているね。しかしエリクソン の立場はですね、この
対立というよりもですね、調和という考え方なんですね。最終的にはですね、こちらは神様の、ね、この手紙のようなもので、ね、でこちら神様の作られた非造物世界ですからね、本当の意味で正しく聖書を解釈された解釈と、非造物世界が正しく客観的に研究された研究とはですね、完全に一致するという考え方なんですね。だからこのエリクソンのですね、創造論とかを見るとですね、天文学とか生物学、地質学、ね、人類学、こことの対話がいかにあるべきかが書かれておりますね。で、私もエリクソンをですね、長年研究するようになってからですね、ある面随分こう狭い考え方から広げられてきたと、非常に素朴な信仰を持ってますけどね。例えば天地創造の期間がどれだけあるべきかとかね、そんなのは幼子のようにね、1日目2日目とかね、1日は24時間なのかどうかってね、もちろん神様にはですね、そういうことができる全知全能だ。しかし、エリクソンはですね、いろいろですね、この世界のデータを考えたらですね、地質学なんかしたら、やはりこの地質学の年代ぐらいですね、1日のね期間を長くしても別にですね、解釈と対するわけじゃないと、ね、いやその他ですね、いろんなことをですね、だから私はエリクソンを学び始めてから大学受験までは私は生物とか地質学とかね、勉強して受験勉強したわけなんですね。だから非常にそういうの好き、天文学のね。しかしイエス様死んだ時からね、何かそれをですね、箱に詰めてこの倉庫にしまっとかないといけないようなね、感覚 でそのままにしていたわけです。しかしエリクソンを学ぶようになってから、今日のそういう福音主義神学というのはね、この福音理解と今日の学問との対話が豊かになっているというね、もちろん素朴にこの聖書の信仰に立っているわけですけども、この対話の窓口が非常に開かれているというね、そしてその中での幅のある選択肢をね、いろいろ示しているというね、だからそのあたりのですね、非常に素朴なそういう聖書解釈とともにですね、何かこう、どう言いますか、こういう対話の幅をですね、持ったいろいろね、聖書解釈という書物も随分目配りしていますね。ものすごく面白い、興味が尽きない。いやー、聖書学ぶっていうのはね、本当にすごい素晴らしいことだなっていうね。で、特にフランシス、ちょっと名前忘れましたけどもね、なんとかというアメリカの遺伝子工学の専門家の先生ね、ゲノムと聖書というね、日本語に訳されている本を書きましてね、その人は人間の遺伝子の設計図を全部解き明かす専門チームの前でリーダーになった人ですけども、福音派のクリスチャンね。で、その人はですね、非常にそういう40数億年という今日の学問で共通理解になっている、そういう宇宙の理解とか地質学の地球の年代とかですね、いろんなものがあって、昔の宇宙論ではですね、定常宇宙といって永遠の昔から今の宇宙のままだったという考え方が科学の常識だったんですけども、今世紀20世紀になってからビッグバンというね、地球、星がですね、動きを見たら全部ある一点から宇宙にこう爆発で広がっているように見える。だから一番最初にビッグバンという大爆発があったんではないかというのがね、今の宇宙論の非常に重要な教えになっているらしいんですけども、彼の言ったら理解はですね、この初めに光あれと言われたのがね、我々はビッグバンとして理解していいんじゃないかという形で、言ったらこういう宇宙論と聖書の解釈と対話させてるんですね。でそういう本を読むとね、私はものすごくいや興味深いなというかね、クリスチャンになってよかったなと
でそういう人たちの、まあ、あの本を読むとですね、昔はなんか対立的に見ていたけどもですね、この学者たちがですね、その宇宙のですね、起源をですね、探し求めてですね、山脈のですね、山頂に登り詰めて、山頂にたどり着いたときですね、その山頂に座っていたのは、神学者たちであったという、まあ、あのそういう、まあまあ、あの話があるわけですね。要するに、あのこの神様がね、初めにそういうことをなされたんじゃないかというね、ところに行き着くのではないかというね、そういうまあ言ったら、こととですね、調和するというね。だからまあ、あの、第一線級のですね、あのクリスチャンの学者たちとでの理解とですね、聖書解釈というのをまあ言ったら、あの対話させるというかね、もちろんまあ、あの、エリソンが書いてますように、あの早々と白旗を上げるようにね、あの解釈を妥協させる必要はないわけでね。自分たちの福音理解に立ちながら、まあ、ああそういう考え方もあるんですねと。うん、私は今、新学生の勉強で、ゲノムと聖書という本なんかは、まあ、あの中学や高校の理科の先生なんか導きたかったら、もうプレゼントしたら、絶対こう、あのいい、あの証になるよって言ってね、言うんですね。福音派の中でもそういう、あのどう言いますか、自然科学の、筑波なんかの同盟教団の教会なんかでは、あの自然科学者、ね、国際で自然科学者が集っている教会なんですから、あのそういうところではまこういうこと非常に盛んですよね。うん、でもそれは非常に、どう言いますか、今の時代の若い人たちが、閉じこもった教育の中で生きるんじゃないしね、何かこう中学や高校のですね、こういう学問をしてても、なおかつ福音の純粋性をね、こう保ち、神の神秘に触れる道筋としてね、こういう学べるというのはね、非常にまあ素晴らしいことじゃないかなと。続いて次、これで時間が終わってしまいそうなんで、また最後の時間になりますので、次は神学の方法ですね、5ページね。まあ、これもまあ本当にまあ繰り返しになりますけども、まあ、神学は科学であると、ね、その意味するところは明確な手順を持っている、ね、そして、まあ、あの発展性を持っている、ね、そして全体が一つの有機体のように、ね、こう構築される、ね、メッセージを、ね、それが非常にまたね、ここにまあ神学と自然科学とありますけども、あの極端な考え方にしてバランスが取れているというね、ことですね。なんかもうあのこういう学問のことやったらもうあの閉じこもって見ざる言わざる聞かざるのようになって、そういう本読んだらダメとかね、なんかもうあのことではなしにね、お皿を信仰を出しながらこの開かれたところで学ぶね、そしてこのそこからですね、私たちはこの神の創造の視点からですね、このそういう知識をですねから神の神秘に、神の豊かさに触れることができるね、いいことですね。まあ私はあの宇宙の星座の本なんかもいっぱい星座といいますか、ああいう本もたくさん持っていましてね、あのそんなの見るとですね、わあすごいなね、あの昔望遠鏡でよくあの月を見たりね、いろいろあのしてた時ありますけど、本当にですね、あの素晴らしいですよね。で、まあ、あのまず最初にですね、この、はい、第一のポイントはですね、聖書の資料の収集ということですね。で、この例えば神様についてだったらですね、神様についてのですね、聖書箇所をですね、関連聖句を全部ですね、抽出として、まあ注意深く解釈するね。するとですね、このやはりこのね、三位一体の教理とかの教えが出てきますしですね、この人間についての取材なんかでは創世記のところから神の形に作られたとね、本当に素晴らしいね、この存在として作られたんだということが出てきますしね、だから本当にこの、聖書のね、全てのね、そういう関連の聖句を、
から第2のポイントはですね、聖書の資料の統合ですね、そういう、まあ、いろいろですね、聖書にはですね、聖書の箇所がね、でそれをですね、このはですね、そうした状況で、ね、与えられた主題について語って、ね、でそれらの証言をですね、この一貫した全体にまとめ上げて描写する、ね、ここの解釈がこう、この解釈がこうですね、個別にですね、解釈するだけじゃなしにですね、それをですね、この、まあ、神論、人間論、キリスト論、ね、精霊論、救済論、教会論、終末論、ね、この一つの、ね、まとまったものとしてね、描写していく、ね、そういうまとめです。そして第3のポイントですね、聖書の教えの意味の分析と、ね、そして、まあ、その花のことがですね、一体何を意味しているのか、ね、そのね、聖書のね、意味、ね、ね、でこの時に注意しなければならないのはですね、この私たちの21世紀のですね、私たちがにとってのね、この意味ではなしにですね、この1世紀ないしはですね、このチュテルトの頃からしたら、まあ、紀元前の、まあね、15世紀、ねね、アブラハムカレバは紀元前20世紀あたり、ね、そういう、まあ、いたらこの中でですね、何が言われたのかというね、この過去における意味ですね、ね、そして、まあ、私たちは現在、ねね、でやはりこの過去の歴史的な背景とか文脈とかね、そういうことの中におけるこの意味、ね、意味をですね抽出して、そしてこのですね、この過去の中にあるメッセージの本質を抽出して、ね、そしてですね、この私たちの20世紀というこの文化、ね、価値観の中にですね、この受肉させていくと、ね、メッセージをね、そういう、まあ、作業ですよね。で第3にですね、この第4に歴史における取り扱いの研究、ね、でこういう作業を、まあ、教会はですね、このある面2000年間ね、1世紀から、まあ、21世紀までね、こうね、聖書解釈をしてきたわけですよね。でその、まあ、聖書解釈の歴史の中での取り扱いを、まあ、検討調査するね、いうことですね。その中でですね、あ、この時代ではその箇所をこういうふうに理解したんだな、これはこういうふうに理解したんだなとね、それは非常に参考になるということですね。で、ある人たちは、あ、こういうふうに解釈して一貫死された、ね、そういうこともですね、こう、だから、教会の歴史というのはですね、聖書解釈に適用しようとした、この実験室であると。ね、で実験室ではですね、発見された薬がですね、副作用がありすぎて却下された薬もあるし、非常にまあいたらこのこれは優れたメッセージだということでね、この後々までですね、この評価され、この伝えられ続けているね、賛美一体、新人二世自人格論、信仰義人はね、いろいろですね、いろんな教理がですね、歴史の中でですね、それはすでに使徒時代パウロの中にあったものですけどもですね、ペテロやヨハネの中にあったものですけども、それをこの非常に論理的にですね、そして学的にこの明確にですね、この整理されてきたということですよね。それはですね、この非常にまあ力のあるメッセージになっていくということですね。第5番目ですね。
他の文化の視点の研究とね、でこれは先ほども、まあ、言ったことと重なりますけども要するに、まあ、これは、まあ、時間的な、ね、時間軸の中でですねいろいろ学んでもう一つはですねこういうまあ言ったらまあ、世界の歴史の世界の国々の中でですねまあねやはりこのその歴史の中で学びますけども同時にですねこの地域第三世界とかね豊かな先進国あるいは共産主義社会主義系統の、まあ、背景を持つ教会とかねあるいはこの南米とか北米とかもですね豊かな国と貧しい国とかいろいろ、まあ、違うところがありますよね。まあ、例えば、まあ、北米なんかではね、ピーター・バグランさんなんかの有名な教会成長のねそういうまあいたら教会論が出てきた時期がありますけれども南米なんかではですねどう言いますかその国の富のですね 99% をですね 1% の人たちが独占しているという時代があったんですね。それでですねそういう社会の中でですねああいう教会成長論もですね非常に害があるというふうにある人たちは言いますね。そして、まあ解放の神学というねそういうこう貧しい人たちをの中にこう地下教会のような小さな共同体を作って生活を立て上げていく教会のとか生まれたりしたんですね。だからこの豊かな社会と貧しい社会ね、いうまあところでですねいろいろですね聖書の解釈も違ってくるね。でまあ解放の神学なんかではですね出エジプト記のパロに抑圧されている民が解放されるというねそういうまあ言ったらところのメッセージ非常に明確になったとかですね。だから予防記なんか読む時も普通の人が読むのとですね本当にそういうまあ長島なんかでは反戦神話にかかった人たちが読むのとですね全然深みが違うわけなんですね。だからその読む人の側のですねこの読者の視点ね、状況、ね、によってですねこの聖書の読みっていうのは随分変わるということですね。でそのことによってですね私たちは聖書が、ね、何を意味しているのかということをね比較することによってね、さらに深く教えられるというね、それから次ですね第6番目教理の本質の見極め、ね、教理の本質の見極めということはですねこの聖書の中にこの何度も同じことを言いますけども歴史的な状況というものがですね歴史的状況ですね歴史的状況ねその中でですね、メッセージが語られているね、状況との絡みですね、メッセージ。ね、で、この状況に絡んだ部分をですね、この一時的、ね、一時的形式、ね。で、その中にですね、この永遠の真理が語られているというね。ね。これはですね、まあ、エリクソンのこのキリスト教入門のですね、非常にまあ重要なポイントといいますかね、これは第2章で、まあ、さらに詳しく展開されている箇所ですね。この聖書を私が読むときに、殻を、ね、脱ぎ捨てて、その中の実を、ね、もみ殻を取って、中のこのね、お米を別に取り出すというね、感じですよね。それから次の第7のポイントですね。聖書外の資料からの光
で私たちはですね、この第一義的に聖書ね、これはまあエリクソンの神学のまあ第一義的に聖書ね、はじめにね、神のね、はじめに言葉ありきね、そういうこのはじめに聖書がね、第一義に聖書を基盤とするね、この福音理解でね、いうことですね。しかしですね、私たちはこのね、聖書を基盤としながら、まあ、先ほども言いましたようにですね、でこのね、神学ね、しかし私たちはですね、それだけとどまらない、私はそれを中心にしながらですね、このね、同心円的にね、この非造物世界、神様が書かれたもう一つの書物であるね、この神の作品であり創造物であり非造物世界からの学びね、ここからの語りかけね、そこからも聞き取ろうとするというね、この創造と人間の歴史においてですね、神様ご自身を表されているね、ゆえにですね、この私たちが聖書をさらに深く理解するためのお助けになるんだとね、この内を理解しようとすればですね、やはりこのね、こういう学問の助けもですね、いるわけですよね。人間を理解しようとすればですね、さまざまな社会学や心理学のね、助けも有用ですね。だからこの私たちが聖書がですね、なんか特殊な何かこの世界のですね、化石のようなですね、信仰に陥れないためにね、私たちはこのね、どんどん進展する、発展するいろんな学問や研究や時代のいろんな要素をね、聖書解釈をですね、対話させないといけない、対話しながら読まないといけない、そこに語りかけていかないといけないね、聖書から取り出したものをですね、このそのままですね、コピーしてですね、オウム返しに言うんじゃなしね、そのモザイクをですね、並べ替えてね、このその中にですね、火を投げ込むようなメッセージを語らないといけないね、ということなんですね。はい、第8番目ね、教理の根的な表現ね、これはまあ第2章でもまあ繰り返されますけれどもね、私たちはこの絶えずね、こういうね、エリクソン神学のまあ特徴はまあこういうね、過去に語られた神のメッセージから本質を抽出して今日化するね、いうまあ方法ね、要するに魚をいかに美味しく料理するかというね、食べやすく料理するかというね、ことですよね、でその時にこのね、この抽出の時にこの問いね、問いとね、答えね、という形でですね、掘り下げるとですね、さらにこのメッセージが有用になるね。要するに聖書というのはですね、私たちのこの存在のですね、中に宿しているですね、この根源的な問いね、このその問いが深ければ深いほどですね、聖書は深く豊かに答えてくれるわけなんですよ。私たちが聖書はですね、もうなんかこう一つのなんか歴史書や文学書やですね、なんかこう読み飽きたものとして思えなくなることはですね、それはですね、問いが深くないから、私たちの叫びがですね、弱いからですね、神様の答えがですね、この響いてこないわけですよね。だからこの私たちのですね、この問いね、問いをね、掘り下げるね、ことによってですね、また回答もですね、掘り下げて答えられるというね、この関係にあるとね、ティリヒという神学者はですね、哲学はね、このその深い問いを与えてくるね、そして神学はですね、そのに対する回答を与えてくれるというふうに言ってますけどね、このそういう面ね、だから聖書はそういうかけがえのないね、そして教会がまあその
答えを発する場所、ね、しかし時々問われている答えがわからない、ね、的外れな答え方になっているかもしれない。じゃあ私たちはこの世界、そして人々のですね、悩みや苦しみや、ね、その深い部分を知ればですね、私たちは聖書にこう書いてあるということがね、深く照らされるということですね。はい、次9番で、解釈における中心的、モチーフ、ね、の展開、ね、で、まあ、聖書を解釈していくときにですね、まあ、いろいろですね、この中心的モチーフ、ね、はね、で、まあ、教派によってね、教会によっても特色があるし、まあ、個人によっても、まあ、特色があると思うんですね。で、まあ、またやっていく中でね、いろいろそういうのが出てくると思いますけども、改革の中ではですね、まあ、神の主権というね、そういうものを中心にですね、聖書を、まあ、解釈していこうというね、視点があるね。それから、ルター派なんかではですね、この義人というね、信仰義人、ね、が、全ての教理の太陽であるというかね、それから、ホーリネスとかメソジストなんかではですね、そういう聖、ね、清い、清め、ね、清い生活、ね、人格、品性というところにね、焦点が当たっていますし、ね、で、福音書の中ではですね、まあ、この資料の中見てるとですね、この自由教会というね、この教会論の教会性理論といいますかね、まあ、教会論に結構焦点が当てた、まあ、書き方になっているなと思うんですね。まあ、しかし、まあ、それぞれ、まあ、特色といいますかね、モチーフというのは、まあ、ちょうどカゴに、ね、福音理解というものをカゴに例えればですね、このエリクソンはこのカゴの、まあ、取っ手のようなもの、ね、ここをこうね、掴むとね、一歩福音理解いろんなものをね、入れてこう持ち運びできるというね、いうふうに言ってますけどもですね、まあ、特色をつかみながらですね、こう、まあ、福音理解の全体をですね、見ていくということですね。はい、10番。で、主題の層別化、ね、まあ、これはすでにやっていることですね。要するに、まあ、こういうふうに、ね、方法論、ね、これは包丁、ね、料理法、ね、だから聖書という魚をですね、いかに料理してこの食べられるようにするかという学びであるとかね、そして、まあ、まあ、各論、ね、主題、そしてその関係ですよね。聖書は、ね、基盤の、ね、福音理解を建物とすればその土台である。そこから資料源が、ね、資料が出てる、ね、そして神論、ね、それはですね、この上に建てられているですね、この上階を支える、ね、骨組みを与える、ね、カルバンはキリスト教公用でですね、まず初めに神について知るのでなければですね、何をも知ることはできない、ね、神様を知って初めて、ね、神の前に人間というのは一体どういう存在なのかということをね、理解できる、ね、神の形作られ、しかし背を向けて、ね、罪の中に落ち、そして滅びに定められているもの、そういう人間の状態がですね、この理解されて初めてキリストの意味が理解できてくる、ね、神である、人である、ね、キリストが受肉されなかったので罪は贖われなかった、ね、なんなら神は死ぬことができないんですよね。そして罪のないものが死ぬのでなければ、そして神ほどの価値を持つ方でなければですね、アダム以来全人類の罪をですね、全部背負うことなんかできないわけですよね。で、さらにこの非造物世界全体を刷新する、ね、その鍵となられる、ね、有名ですね、このキリストの絶大な価値、ね、この中心的、そしてそれを現実とする聖霊の働き、ね、そして個人的な救い、
そして宇宙の贖いというね、そういうして、そして教会ね、そしてこの終末ね、終末論は福音理解における屋根であるとね、終末論のない福音理解というのはですね、屋根のない家のようである。それは暴風の日に耐えることはできないとね、こういうふうに言われますけどね、まあ、こういう前からこの主題観の関係ね、絶えず各論を学ぶときにですね、前後関係全体の中でこの論は何を意味するね、そしてこの中にですね、引き出しがこういうふうにありました。さらに引き出しの中に引き出しがある、さらに引き出しの中に引き出しがあってというね、でこういうこの毛細血管のようにですね、こうどん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 、まあ、足していくわけです。で大事なことはですね、この基本的な福音理解の構造を持つということなんですよ、私たちのね、福音理解の。そしたらですね、メッセージを聞いたときに、そこの、まあ、引き出しの中にね、この整理することができるわけです。そして今日の、まあ、記憶力のですね、非常に、まあ、非常に重要なことですね、この基本的なことをですね、この理解を確立しておけばですね、この細かい理解というのはですね、聞いて忘れてもですね、その骨組みからたどる、ね、ようにしてですね、簡単に呼び起こすことができるということです。だから私たちは、皆さんがですね、何十年間かね、メッセージを聞いて福音理解を養いだとかね、それをまあ整理する棚をこしらえるというね、そういうまた取り組みをしているというね、ことですね。はい、これでまあ、第1章の後半、進学の方法論ですね、ありましたけども、そこまで、なんか、質問あるでしょうか。どんなことで。はい、そしたら時間がだいぶ過ぎてますので、第2章ですね、これをまあ簡単にやっていきます。第2章、まあ、これもまあさ、まあ、すでに第1章で語っていることのね、細かく話すということだけなので、細かい部分はですね、忘れてもらってもですね、この大体の前から大まかなことをね、イメージで捉えてもらったらいいと思います。もうこれはこれから話す8回の中で繰り返し繰り返し語っていきますので、この方法論を使って書くのも常にやっていきますので、まあ、エリクソンの学びにとって一番重要な、まあ、2つの章ですね。第1は今日の神学の脈絡ですね、いうことですね、の1ページね。神学の構成方法論にはですね、著しい多様性が存在するとね、まあ、この、まあ、聖書をどのように料理するかというね、料理法ですね、いろいろ、まあ、多様性があるということですね、まあ、しかしですね、結構、まあ、過去においてはですね、その期間は長かったんですね。まあ、この辺は聞いてもらったんですけど、アウスチヌスなんかの、まあ、方法論はですね、この800年間継続したと、ね、言われています。カトリックの、まあ、トマス・アキナスという神学者の、まあ、神学方法論は、まあ、まあ、7世紀の間、ね、カトリックの中ではね、それからジョン・カルバンなんかの神学はほぼ3世紀、ね、でシュライエル・マッハなんかは、まあ、1世紀そこであったね。でカール・バルトの神学はほぼ25年、ブルトマンの神学においては12年間で、ね、だから非常にこう要するに言いたいことは、この神学方法論のですね、期間が非常に短縮されてきているね。それだけ前から時代が進むのが速度が非常に上がっているというね、昔はもう何百年間もですね、同じような時期が続いたんですね。しかし今はですね、もう目まぐるしくね、時代が変化して、ね、アメリカでもこのトランプさんが大統領だったら、またなんかこうそういうアメリカの中間層以下の労働者の革命とも言われますけども、
大きいの自動産業とかどん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 メキシコとかね安い賃金も出ていって仕事がなくなってね非常にまあ、そういう不満が爆発したんじゃないかというねそこをうまいこと捉えたいうふうに言われますけどね、まあ結構まあできない政策たくさん書けているのでねこれからちょっと困難も起こるかもわからないんですけども。まあそういう面で非常に、まあ、変化が激しい時代であるね。そのような中でですねこの言いますか私たちの福音主義神学、ね、福音派というのはですね、第一義的に聖書ということでね、この聖書の内容をですねこの抽出し要約してまとめ上げるということを中心にしているからねこの変化をですねこの超えてね、まあ、この継承されてきているというねだからこのエリクソンのこういう神学ともですねこういうのに歴史を学んだ時と同じでね使徒的な福音なんだね2000年のねそして古代の正統信仰と同じだしね、主教会の遺産の継承者だしねいう形ですね、この2000年間 の、 福音理解の総決算のような内容なんですね。でその内容のエッセンスをですね、さらに今日 の、 文化や学問やね、あと今日の状況と対話させようというところが非常に新しいというね。だから時代の変化がですね、結構、まあ、ありますのでね、これは、まあ、第3版なんですね。だいたい7年ごとにこう書き換えられてるんですね。というのはこの焦点に合わせるですねこの、まあ、ポイントというのもねこのシフトしてきている、ね、福音の座標軸というのはね変わってないんですよ。しかしそれを適用する対象というのがね変化しているということでね、まあこの第3版がね今2年ほど1年半ほど前に刊行されていますね。でまあ、でこのアプローチにはですね、まあ、3つあると言われますね。で1つはですねこのそのままというかね聖書はですねメッセージをそのまま語ればいいんだというねこの4ページのですね、まあ、異色化というね、左下に書いてありますけども聖書の概念をですね聖書のまあ、メッセージ、ね、があればですねそれをそのまま語ればいいんだとね言うまいたら考え方が一つあるんですね。もう一つはですねこれはまあリベラルな考え方ですけどもこの2000年前語られたメッセージというものがこうありますけど ねしかしですねこの今日の時代というものはですね概念もいろんなも変化してきてるからその本質をも 変化させるべきだ、ね、例えばですね私たちの聖書の理解であってイエス様の復活なんかは絶対に譲れない中心的な真理ですよね。しかしある、まあ、リベルなボルトマンなんか神学者ですねそれはですね古代の人たちの、まあ、言ったら理解であってね、復活はあったかどうかわからないとね。だからボルトマンなんかの神学ではですねこのメッセージを変質させる。それは希望のメッセージである、ね、開かれた未来についてのメッセージであって、ね、復活があったかどうかは問題でないと言われます。でこうなってきたらもうそれは私たちがキリスト教ではないというね。これはまあ言ったらメッセージをね変質させる、ね、変革させるね変質ね。で私たちのエリクソンの言ってるのは翻訳なんですね。翻訳ね翻訳アプローチでね、要するにね、この2000年前語られたメッセージの中にね、メッセージがね、しかしその本質を変えずにね、私たちは本質を抽出してね、本質をですね、今日に受肉するんだとね、でこれがまあいたら私たちの間違いだとね。でこれを、まあ、まあ一つ分かりやすい形で言わせればですね、例えばですねこのイエス様はですね足を洗い合いなさいというね
専属のお使用されてますよね。専属ですね。でそのままの考え方から今ですね、今日教会に行けばですね、牧師は玄関に立ってただいを置いてね、もう来られる信者さんの足を毎日曜日洗わないといけないです。洗いなさいというね、目上の者がどう言いますか、指導者が、信者でしたので、しかしですね、その翻訳アプローチはですね、それはですね、その外側のこういう馬いたら1世紀のですね、誇り高いサンダル履きの時代ね、そしてまあどこの家に行っても玄関先にはまいたその足を洗う水桶があったとね、それをまあ洗ういうのがまいたらこうまあさまああのしきたりと言いますかね、そういうまあ世界の中ですね。しかし今日はまいたそまあアスファルトの世界で靴履いて生活してますからね、専属はですね、しかし専属の中にあるのはですね、この命令の人はですね、この命令するばっかりじゃなくて謙遜でありなさいと、模範でありなさいということであるとね。でこの謙遜という本質をですね、今日どういうふうに表現するのがいいのかというね、だから支配するのでなくて模範でありなさいというね、このメッセージがこの普遍的なメッセージであってね、いうことなんです。だからこの聖書の前からこう解釈と適用というのはね、本質を変えずにこの受肉するというね、今日にね、これがですこういう考え方が非常に大事ですね。だからレビ記なんか読んでもさっぱりわからないですよね、捧げ物やなんや鳩やなんやかんやいてですね、こんなこと今日関係があるのかと。しかし礼拝の精神の純粋性の本質を象徴しているわけなんですよ。だから心砕かれてね、砕かれた魂を神は苦しめられないと知恵にあるようにね、そういうメッセージが含まれているわけなんです。そしてまたこのレビ記の中にこの、ね、昔は動物の犠牲というね外側がありましたよね。罪のためにはですねこの犠牲がいるとね、それは十字架であるとね、キリストの犠牲によって我々は大胆に神に近づくことができるんだというね、こういうことですよね。からこの旧約から言えばこのユダヤ民族主義的なですね排他的な感覚じゃありません。そういう外側を脱ぎ捨ててね、このどう言いますか、このキリストにあるですねユダヤ人も異邦人もないというね。でパウロはそのユダヤ人だけに伝道してたのにあんまりつまずかなかったのが一つ。いや異邦人という言葉を言うためにね、彼は殺害の対象になったんです。しかし彼はそれが使命だったからね、それは妥協できなかったね。そして彼がそういう歩みをしなかったら今日世界選挙に成り立ってないんですね。あと5分ですね。そこまでで何か質問ありますかね。翻訳アプローチのね、で翻訳アプローチ の、まあ、原則というものが3ページと4ページには、まあ、文化を超えたものであると、ね、旧約の犠牲を超えてキリストの犠牲であると、ね、第2のポイントは普遍性を示す環境、ね、状況。バプテスマはですね、この普遍的な環境が、ね、それはですね、この全ての権威を与えられた弟子たち、あらゆる国の人々と、ね、場所と文化を超えたもの、地の果てにまで伝えない、そして世の終わりまでというその文章の中でバプテスマを授けなさいというですね。だからバプテスマはですね、1世紀だけでもう終了というそういう前で儀式ではない、これは世の終わりまで地の果てまで受け継がれなければ儀式である。しかし先祖にはですね起源が語られていないね。謙遜の態度こそ不変。そして3番、基盤として認められた永続性、ね、これはですね、この創世記なんかではですね、アダムとエヴァが作られた時に、ね、男と女に作られた、そしてではね、じゃあ一心同体となるべきである、ね、
これはですね、この創造の出来事の文脈の中で語られたこの基盤的なですね、この出来事でありね、この規範であるね、いうことですね。だから結婚についての教えね、今日まあアメリカなんかではですね、民主党なんかリベラルな政策で同性婚とかですね、いろいろ強要されて、まあクリントンさんが敗北した一つの要素はああいうところあると思うんですね。やはり世界的な経済政策なんかでは非常に、まあ、進んだものがあります。平等とかでいいと思うんですけど、しかしやはり6割が白人のクリスチャンがいて、そしてもうクリスチャンが非常に多くてですね、キリスト教徒の8割ぐらいはトランプさんに投票したという。なぜかというとね、トランプさんがいいということじゃなしに、やはり今回民主党が勝ってですね、最高裁の、まあ、判事が入れ替わると。でそれが、まあ、今半分半分ね。で次亡くなった人の穴埋めするのがリベラルか保守かでですね、そういうものがですね、どんどん進行していくことに対するですね、ものすごくアレルギーがあるわけですね、教会にはね。だからトランプさんは嫌い嫌いだけども、その最高裁がですね、このまあそういう聖書的なあり方からですね、こう次々とですね、歯止めを失っていくということに対してね、多分次の大統領の4年8年の間にはですね、3人ぐらいはですね、判事が入れ替わると言われてて、年齢から言ってね、高齢だから。で、どん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 生まれたら、リベラルになるとですね、アメリカ社会の価値観とか文化とか、そういうものは随分変わってくるんですね。だからそこにも非常に、まあ、ポイントがあったんじゃないかなというかね、思いますね。まあ、どちらにしても、このいろんなそういう差別とかね、いろいろ性差別とか、人差別とかそういうことはダメだと思いますけど、しかし私はやっぱりね、まあ、少し補充的というかね、やはり聖書が語っているこう人間観、そして結婚観というものがね、もうどこまでもなんかこ う, そう崩れていくことに対しては、ね、やっぱり少し、まあ、危機感がありますね。まあ、そういう面でこう、まあ、政治というのは、まあ、そう単純でないところがあるんですね。そして、まあ、4番、本質的なもの、ね、見なされた経験の書くことですね。これは先ほど申しましたように、このね、ブルトマンなんかはですね、この復活ということは外側に属するんですね。だから、希望であってですね、開かれた未来というね、そういう、まあ、ことがメッセージであって、復活はですね、もう、ある面、過去の迷信的な捉え方をするわけですよね。でそれはやっぱり私たちには受け入れられないね。やはり私たちはキリストの復活が事実であって初めて、ね、私たちの未来における再臨、復活、そして新天新地というね、そういうまあ言ったらこの展開があるわけでね、それはもう本質的な、ね、基盤であるね。で最後の全身的形状だけ最終的位置というのはですね、このまあ旧約から新約からですね、やはりこのね、刑事というのは全身的にだん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 明らかになってきている、ね、旧約では犠牲のシステムだったけども、それは十字架の犠牲をですね、まあ、教える資格教材であるということとかですね、いろいろ実会の説明なんかでも三条の水訓ではですね、あなた方は殺しをなら返せをならないように、しかしあなた方この憎悪とかですね、この情欲、ね、そういうもの、罪の本質の問題をですね、焦点を当てないといけないということがね、言われていることがね、そういう面で、4ページの最後、からと身、ね、を見分けるというね、そういう本質をね、抽出する。しかし私たちはですね、まあ、リベラルの人たちがこのからを完全に捨ててしまうわけですよね、外側ね。しかし私たちの理解はですね、聖書全体が、まあ、このね、霊感された神の言葉であるとね、いうことですね。やはりこの魚はですね、魚料理は単に刺身の身だけじゃなしにね、やっぱり頭も骨もですね、やっぱりそれはスープの材料にはなるわけですよね。だから聖書全体が何らかの意味を持っているとね、そういう意味で、まあ次回は刑事論、まあ、中心は聖書論ですけどね、この魚そのものについてね、まあ学ぶと。ね、まあ2分ほどお話しします、はい、ありがとうございます。何かご質問とは
ございますでしょうか。どんなご質問でもございます。非常に分かりやすかった。 はい、ありがとうございました。まあ、同じようなことばっかり繰り返しますのでね、こうずっと学んでもらったら皆さんの血となり肉となり。それではないようでしたら、一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、本当に、聖書の広さ深さ高さ長さ、本当に一つずつ、味わっていきたいと思います。阿久先生も用いてくださり感謝いたします。私たちが今まで聞いたことがなかったような幅の広い聖書理解、私たちも本当に御言葉を深く楽しみ、神の栄光を表すことができるようにこの講座を用いてください。今日来られなかった方も DVD がありますので、ぜひその中で多くのことを汲み取ることができるように、帰ってください。疲れている阿久先生のところから感謝いたします。イエス様等々お名前によってお願いいたします。アーメン。